よろしいですか。それじゃあの定例の幹事長の記者会見を行います。じゃあ幹事長どうぞ。おおさせていただきます。えー、最初に、えー、あのすでに皆様方にも増澤、えー、原国対委員長から。 あ報告があったとは思いますが、まあ先ほど野党の幹事長会談を開催をいたしました。今回の野党の幹事長会談の趣旨はメインテーマが一つであります。えー、皆さんもご存知の通り、現在与党内でのみ。 集団的自衛権の行使に関する議論が行われておりまして、実質合意と、こういう報道がされているわけであります、そして来週にも閣議決定をするというような流れができ始めているということでありますが、このことについて、これは与党だけの話ではないと、まさに。 国民全体に大きな影響を与えるものでありますしましてや平和問題という意味では戦後69年間の日本の政治の中身を大きく変えることにもなるわけでありまして与党だけで議論をして一定の結論が出たら閣議決定というものに全くなじまない課題であると。こ、まあ、こういういとから 急遽野党幹事長会談を要請いたしまして、話し合いを、場を持ちました。その結果、ですね速やかに衆参予算委員会を開催し、集団自衛権に関する十分な審議,を審議の場を設けることということで、一致したということで、早速、この件については、 自由民主党の国対委員長に対して申し入れを松原民主党の国対委員長からさせていただいたところでございます。もう一つ、課題が、課題といいますか、問題点として挙げられましたのは都議会自民党のセクハラやじ問題についても、議論がなされました。この件について各党からいろいろご意見を賜りましたが 都議会の問題について、まあ、国会の方からものを申すのはどうかというご意見もございました。いろいろご意見がございましたが、国際的にも大きな波紋が広がっている課題ではないかというご指摘もございました。いいろろますとこの問題は 自由民主党の一つのおごりの表れではないかと、まあ、こういう意見も出されました、えー、皆さんもご存じのとおり、石原環境大臣によるまあ金目でしょという発言、それから麻生副総理のいじめに関する三条件という発言もございました、まあ、それに加えて、今回の都議会議員による、えー、自由民主党議員による セクハラ発言というものが重なったわけであります。まあそういうことでまあいろいろご意見が出されましたが、えー、この際、えー、自民党の一連の傲慢なあ姿勢から発せられたこのようなあ問題については、えー、この。 是正すべしと、まあ、こういう基本的な考え方では,では一致したわけでありまして、まあ、この件についても、松原国対委員長の方から、そういう趣旨の発言が伝えられたものと考えております。いずれにしても、来週にも閣議決定ということでありますが、この重要な日本の基本的な平和問題にも絡む 課題について、与党のみで実質合意したから閣議決定、そしてその後、衆参で1日ずつ審議の場を持つという報道もされているわけでありますが、そのような軽い問題ではないと、まあ、こういうことから、先ほど冒頭に申しましたように、この十分な審議の場を設けることということを、 自民党の国対委員長に申し出をしたところであります。二つ目でございますが、えー、今日から滋賀県知事選挙がスタートいたしました。まあ、私も前民主党の代議員であります三日月さんが出馬の時の内容をインターネットでどういう あの発言といいますか、主張されているか、お伺いをしたところであります。えー、チーム志賀ということで、えー、草の根、ねえー、的な運動的な形で、この知事選挙を進められておりまして、えー、三日月さんの主張をお伺いいたしますと、やはり、えー、上,上から目線ではなく、 地域の人々の声によって、えー、この県政を行いたいという発言、あるいは、加賀知事がやって、ずっと進めてこられましたけれども、このもったいないけんを引き継ぐということ、えー、さらには、琵琶湖の恵みを永遠にと、まあ、こういうことで、まあ、自然を大事にしていきたいという,う主張をされておりまして、ぜひ、えー、県民の皆さんの、おー ごをという主張をされれておられましたあの民主党としてもです、ね、現在、党としてというよりもこのチーム氏がという形の中で私たちもできるかりのご支援をしようということでき、まあ、今日もセンター委員長は現地に出向いているようでありますし まあチーム氏賀の活動をバックアップしていきたいと考えておりますし、非常に厳しい選挙戦、いつも選挙戦は厳しいわけでありますが、ぜひ三日月候補の必勝を私も記念しているところでございます。点目でありまますすが今ちょうどここにに看板といますかね皆さんに お分かりいただけるように資料を作ってまいりましたが、えー、この度民主党大学の最初の、えー、スタートでございまして、えー、民主党と大学を作って最初の講義でありますが、えー、ここにあります、私からなんかちょっと見えないわけでございますが、ちょっと <laughs>、はい。 あの6月の28日土曜日ですが4時から5時30分までそして6時以降は意見交換ということですがここにありますように岩佐教授それから長妻大義氏民主党の社会保障総合調査会長でありますがこのお二人によるパネルディスカッションを行いまして社会保障制度について 議論をすするとというところから始まりまり8月4日月曜日は、ここにありますように東大、東日本大震災からの教訓や、迫りくる人直下型地震への対応など、防災に関するということで、視察を行うということであります。から8月30日には、若者はなぜ投票に行かないのかと、こういうタイトルで、 えー、枝,枝野幸雄衆議院議員、それから森川さん、そしてこれは小串,小串さんですね、若者の社会参加、政治参加を目指す NPO 法人の方でありますが、その方に参加していただいて、えー、議論をするということであります。最終は9月の28日でありますが 民主党とは何なのかということで、替田万里代表による、それからタレントのクリスティーンさんによる議論というものを、講座として準備しているところであります。まあ、いずれにしても、民主党大学をスタートさせて、プレステージとして前回行いまして、多くの若い方々にも参加していただきましたが、 この4つのコーナーでは、それぞれご登録いただきまして、できるだけ、まあ、そういう場を通して、民主党に対する理解、また現在の日本の政治に対するご理解をいただいて、政治に参加すると、こういう方々の検討、研修の場として、ご活用いただきたいと考えているところであります。 以上、私の方からの冒頭の3件について、発言をさせていただきました。あとは皆さんの方からのご質問にお答えする形で進めさせていただきますそれではどうぞ、ご質問は。すみません、日本経済新聞の辻と申しますはい、はいどうぞお願いします。 先ほどです、ねあの、日本維新の会議を分党してできる石原新党の新しい党名にです、ねはい、次世代の党ということのなることが決まったんですけれども、はい、その党名に関する受け止めを、一言お願いしたいんですけども、えー、あの私たちもです、ねえー、次世代の方々のことを十分考えて、 政治をやららなななければならないと特に私ども民主党としても未来への責任というものを十分感じながらやっているわけでありますがこの次世代の方々が今どういう思いでおられるのかそういうものは十分考えていかなければならない課題だと思いますのでもうこの次世代の党というのも 一つの現在の政治に求められている考え方を表す党なのではない、お名前ではないかと、そう受け止めます、えー、まあそういうことで、ぜひ、この次世代を考えた活動が展開されるよう、記念したいと思います、はい、そのほかはいかがですか。はいどうぞ 読売新聞の須藤と申します、はい、今、選挙制度改革の話もありますが、その中で、現在、ゼロ増5減ということで、5県で定数を削減するということで、話が進んでいるんですが、これに関しての民主党さんの方で党内の候補者の調整等は行われているんでしょうか、はい、お伺いしたいと思います、はいあの。非常に重要なご指摘をいたただきましたあの私どもも ご存知のとおり、一昨年の12月の解散直前に、このゼロ増加減という法案を賛成して可決したところでありますが、それに伴いまして、選挙区が新しくなりました。そこで現現在はは、ね、佐賀のの選挙区については、まあ、現職のお二人が あその新しい選挙区の候補と、まあ、こういうことで、えー、しておりますし、えー、山梨についても1名は、まあ、決定をしております、現職ですね、それから福井2区についてはあ糸川さん、それから徳島2区では高井さん、えー、高知の1区では大,大石さんということを、まあ、したがって、えー、6人の方については、まあ、決定をしておりまして、 他の他のところについては今調整中ということで、ご指摘の党については六名は新しい選挙区に基づいて選任していると、まあこういうことでご回答申し上げたいと思います。はい。佐川ですか。まあある。はいどうぞ。はい、朝日新聞阿部です。はい。あの今日の野党のあの幹事長国対委員長の会談についてあのお伺いします。はい。先ほどの自民党に対してあの。 衆参予算委員会の開催を求めたということですけれどもあの、閣議決定前にこのような予算委員会の開催を申し入れるということですが、ただあのこういった流れというのはすでに予想されていたことであって、この申し入れが遅いのではないかというようなあの見方もできるんじゃないかと思うんですけれども、その点、どういうふうに考えていまこのことについてはです、ね、以前からあの閣議決定以前に、 あの少なくとも十分な質疑の場を設けて国民にもまた野党の方にもその情報を開示して議論すべしというのは重ねて要請をしておりましたしかし昨日あたりから実質合意とこういう情報も流れておりますしそしてその後に閣議決定して しばらく過ぎてから週参で1日ずつ、その予算委員会を立てるというような情報も流れておりますので、改めて重ねて、この件については、それではだめですよと、こういうことを改めて申し上げたと、表明したと、こういういいこことでありますはい、これ、国会開会中からずっと要請してましたよね、はいそのほかに。はい、どうぞ。 NHK です、はい、滋賀県知事選挙ですがあの直近の補選であったあの鹿児島の補選と同じようにです、ねまあ、政党色を全面に出さずにやっていくということなんですけれども、まあ、民主党としてです、ね、この知事選元,あの元職の方が執行されているこの知事選をどういうふうに位置づけて,てですねこれをいわゆる統制改革の,の起爆剤かまたそういうのに何かこう関連づけたいというがあるで あの地域における自治体議員のそれも地位選挙を、えー、その活用してということは私は考えません、これはあくまでも、ですね、えー、自治体の首長のそれも地位選挙ですから、地域の人にとって一番いい方が当選するということが大事ですから、まあ、それをなんか、 利用してというような発想は現在持っておりません、したがって、私どもの大事な三日月さんがです、ね、議員辞職をして、知事選挙に立候補されたと、これは事実でありますから、なんとかですね、三日月さんにぜひ思いを、所信を貫いてもらいたいと、そのためにどういうことをすればいいのかということでありますが、 これはチーム滋賀として支援母体を作り、政党の支援は求めないというのが、まあ、滋賀のー、まあ、風土といいますか、これまでの伝統でもありますから、それを私は大事にしたいと、したがって、えー、各党が推薦をするというような、まあ、一般的に行われてますような形ではないということでありますから、まあ、私どももあの戸惑うところもあるんですが、しかし、やはり、えー 地域第一主義といいますか、三日月さんを応援する方々が一番戦いやすい状況を支援するということが一番だと思いますから、そのように対応しているところでありますはい、はい、どうぞ。 えと時事通信の垣と申します、はい、関連して滋賀県知事選についてお尋ねなんですけれども、えー、と加谷田代表、7月下旬というか、7月末に総括をするという中で、えー、この1か月であるまあ最後のいわゆるまあ選挙というか、えー、とまあ有権者の判断が示される場だと思うんですけれども、まあ、えと実質的にはまあ自民党と民主党がまあそれぞれまあ候補を立てているような状況にも見えるんですけれども、今回の選挙結果が、加谷田代表の総括に与える影響というものについて、幹事長のお考えを教えてくださいはい。 あの今、ですねあの総括というお話がありましたが、まあ、総括というものは私の捉えているところは去年、おととしの12月に海田さんが代表になられましてそして都議会議員選挙参議院選挙を経てそして今日まで務めてきたとこういうところを総括するということで 行ってておりましてこの滋賀の知事選挙というのは先ほど申し上げましたようにチーム滋賀として全力を挙げているということですからこれは先ほど申し上げましたように三日月さんにですね是非とも勝利していただきたいという思いは強くありますけれどもその総括の中に入るかどうかでありますが私は基本的にその知事選挙というものも 当然、その影響はあるかもしれませんが、あの基本的に国政の中で、です、ね、おととしの12月から今年の6月の22日までの間、どういう活動を展開してきたのかと、これをいくつか、両議員総会でもこういう指標はどうなのかというご意見もいただきましたので、そういうことをベースに、冷静にこの1か月間をかけてですね、 これから地域の方々のご意見も賜りたいと思っておりますが、そういう意見を受けながら、総括をして、7月末ぐらいをめどに、その結論を出すと、こういうことで、私は受け止めておりますそのほか、はいは朝日新聞ですあの。選挙制度改革についてちょっと 改めて伺いたいんですけれども、はいあの、衆院にです、ね、あの第三者機関の設置が決まりましたけれども、あの今後、選挙制度改革のための第三者機関であのどのような議論を望むかということと、あと、答申が出たら、党としてどういうふうに対応するのか、そういうつもりなのか、えー、お伺いしたいと思いますはい、あのー、選挙制度に関してはあのー、何度か私どもも要請をしておりますが、第1義的には、 あえー、与党がです、ね、特に、えー、安倍、えー、自民党総裁が約束したことでありますから、それを積極的にリードして、まあ、本来でありますと、昨年の通常国会、あるいはこ今年の通常国会で、一つの結論を得るべきだというのは、あーあのベースにあるわけでありますが、まあ、しかし現実問題、ここまで来てしまいました。 まあそういうことで、与党案というのと、野党・五党案というのがあるわけですが、この2つがなかなかあの折り合いがつかないということで、議長のもとにといいますか、衆議院のもとに、国会のもとにその第三者機関を作ろうと、こういう運びになりまして、果実、議長の方からといいますか、議員委員長案として、こういう形で、 あの進めたいがという話がありまして、あの私ども後藤間でですね、あのこういう方が望ましいのではないかという一つの考え方をまとめて月末までにこの議運委員長にお出ししたいと考えております。したがってこの議長のもとに設置されます第三者機関においてできるだけ早急に今一つの 考え方がまとめられ次の臨時国会ではそれに基づいて議論ができるようにぜひお願いしたいという発言も果実の議長の招集でお邪魔したときにお話をしたところでありますがやはりこの問題もう2年越しにもなっておりますし第三者の機関の皆さんにはいろいろ お部屋寄りをいただくことになりますが、早く自民、公明、民主、三党間で約束ごとで今日まで来ておりますので、これは国民に対する約束でもありますから、ぜひ、その実際的な形ができるように期待したいとも考えます、はい、はい、どうぞ。 すすすいいままません TBS の沢田と申しししよろしくお願両院議員総会の中で,です、ね、大型幹事長があのサポーターを入れた形での代表選についてちょっと言及されてたところがあったかと思うんですけれども、まあ、検討したいというような趣旨だったかと思うんですが、その考えを改めてお伺いしたいんですが、はい、あの今の党員サポーターのお話だと思いますが、現在のところ、果実の両議員総会でもご報告いたしましたが、 現在の規約では、3年に一遍人気任期満了に伴う代償選挙だけに、党員・サポーターが加わって投票ができるという仕組みになっておりますが、しかし、去年からですねずっと回りますと、できるだけ党員・サポーターが加わった形での代償選挙が望ましいと。 そして国会議員団だけで、あのえー、この決めるという形でない形にならないのかと、まあ、こういうご意見がありましたから、まあ、それはあの検討をしたいと、まあ、こういうことを申し上げました、その検討についても、えー、7月末ぐらいをめどに、えー、もう一度報告をする場を作るということでありますから、この1か月ぐらいまでの間に、いろいろ工夫をしましてね、検討した結果を報告したいと思います。 はいどうぞ関連で確認なんですけど、規約を変えることも検討ということですか、はい、あの要するに、規約変えることも一つの方法だと思います、あのど,どうしたらできるのかと、まあ、こういうことの意味で検討してその報告をしますということに、えー、おそのほか、いかがですか。 はい、TBS の沢田です、えっと、また両院総会の話で恐縮なんですけれども、はいあの、来月末に行われる、そのもう1回行われる場で,です、ね、そのまあ、総支部長を呼んでくれないかという声だったり、あるいは地方議員を呼ぶようなあの声というものが、あの議員から出たと思うんですけれども、それについてはどうお考えでしょうか、はい、あの今のご質問については、役員会に諮って、私一人のお考えでもあれですから、役員の皆さんのご意見もいただきながら、 あのいろんなご意見はね、ご意見として伺わなければなりませんが、私どもも責任を持ってやっていかなければなりませんから、どんな形がでできるのか、あるいはその申し出をどうするのかというのは、役員会でかけて、いろいろご意見をいただきながら、あの結論をお、一つの考え方をまとめたいと考えているところでありまその他じゃあ、これで最後でいいかな、もういいですか。じゃあ 毎日新聞の影山と言います滋賀事前のお話なんですけれども、先ほどその、えっと、幹事長は三日月さんを応援する方々が一番戦いやすいやり方を支援していくのが一番大事だとおっしゃいましたが、その観点でその、えっと、楓代表、大畑幹事長を含めて、えー、その観点から応援に入るかどうかいうの今現在、どのように現地に滋賀に応援に入るかどうかいうどういうふうにお考えでしょうか、はいあのー、今のご質問ですが、チーム滋賀からそういう。 形で要請があればもちろん応じますが、いずれにしてもチーム志賀として、体制を作って今、選挙戦を行っているわけですから、そういうところと連携を取っていきたいと、まあ、こういうことでありまた、じゃ最後ですよ。はい すみません、えー、たびたびすみません、えー、TBS の澤田です、えーと。両民総会の話で恐縮なんですけども、あの若手の議員の方からです、ね、で加谷田代表に直接ご意見をお伝えしたというような趣旨の発言があった後に、幹事長にもお伝えしたという発言がありました、でその場でちょっと、えー、3つお話ししたというような話もあって、ですねどういった話が出たのか、でそれについて、その議員の方は歯切れが悪いようなお答えしかなかったというようなことを言っていたように。あの あの音声を聞いてみるとしてたんですが、どういった約束があったのかっていうことをお聞かせ願えればと思いますあの3つの要請があったというのは事実でありますが、1つ、2つについては、満足すると、それをやりますということを話しました、3つ目には、党員サポーターをの参加する形で、検討する場を作ってくれないかという、それはなかなか難しい話ですと、こういうお話をしておりまして、え。ー だいたい三分の二はあのおほぼ満額回答をしておりますので、し、え、な、ー、さんにもう一度あのお聞きしていただければと思います。おおよそあの主旨は分かりましたので、まあそういうことを受け止めながら検討しますということを言ってます。はい。それじゃこれで会を閉めたいと思、ね、いします。そ、えー、一つだけあの申し訳あの申し遅れましたけれども、えー、今日民主党の非正規対策本部として各都道府県連に。 活動を始めようと、こういう通達を出しました、それは非正規雇用問題が現在非常に大きな地域社会でも課題として上がってきておりますので、従って都道府県連に非正規雇用対策本部というものをそれぞれ作り、関連する団体、NPO と、 連携して勉強会を行ったり、ヒアリングを行ったり、各知事あの議会での質問提言等に取り組んでいただくと、まあ、こういうことを要請をいたしました、まあ、ここだけちょっと追加して、報告をさせてき、はい、今日このあの津村さん、青年局長の方から、先ほど幹事長からの言及がありましたけれども、この民主党大学について、ブリーフィングを行いますので。 ぜひこの場で残ってください。お願いを申し上げます。はい。じゃあそれではあの坪村青年委員長にこの場をバトンタッチしますので、一応パネルを作っておきましたので、ど、はい、うぞよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました、はい。それでは津村委員長よろしくお願いいたします、はいえ。皆さんお疲れ様です。あの先ほど幹事長の方からあのお話があったと思いますので、えー、簡単な補足にとどめたいと思いますけれども、えー、今しばらくお付き合いください。 えー、5月の11日に行いました民主党プレイベント、大勢の皆さんにあの取材いただき、また報道いただきまして、大変ありがとうございました、まあ、大変大盛況に終わりました、350人ほど来ていただきましたけれども、えー、その、あるいはあくまでもプレイベントということで、えー、継続的にまあ民主党大学ということで始めるのは今回が第1回となります。 参加者の概要が見えてまいりましたので、ご報告をさせていただきますと、締め切りは明日までとなってまして、もう少し増える可能性がありますが、現在、地方議員さんを中心に、民主党議員が33名、それから一般参加者が167名、合計、たまたまですけど、200名、ジャストという形になっておりますで。この一般参加者の内訳ですが、10代が10名、20代が49名、 三十代が五十五名、四十代が四十三名、最年少が十六歳、最年長が七十六歳という形でございます。これ、今回。六月二十八日、あさっての参加者を今申し上げましたが、シリーズものになっておりまして。このシリーズものとしての民主党大学全体の、参加者としては。 現在一般申し込み件数で197名の方に申し込みをいただいているという状況でございます中身につきましては先ほど大畑幹事長からご紹介いただきましたので、えー、重複避けたいと思いますもし何かご質問があればお受けいたしますが教師でお願いいたしますの、はい、ぜひあさってあの取材に来ていただけたらと思っております以上ですよろしいですか じゃあ、あの、また、お時間ありましたら、土曜日にぜひ、見に来てやってください。ありがとうございました。よろしくお願いします。